はい、中本博秋です。今日はもう少し日蓮面について、説明しましょう。例えば足とあるいは合う、これを日蓮面で書いてみましょう。例えばあでしたら、はい、連綿線はですね、少しでも短くこうあーと書きますよ。こうあー C 連綿線、はい連綿線、はい次の C 書きます。こうですね。連綿線に当たるのはこのあたりですね。これをですね、こう書かないことですね。ここがアーですね。で、はい、連綿線を書いて C まで書くのにこう書いちゃいますと、はい、この辺が連綿線ですね。連綿線長くなってくる、太いですね。例えばアーフと書いてますね。理想的なアーアウト、アーと書いて、でもうここからはいフー、もうフーに入りました。こういうふうにですね、この辺が連綿線ですね。短いです。これをですね、こういうふうに書いちゃいますと、はい、連綿線がこんな長くなります。なんとなく分かってきましたね。連綿線を長くするとどういう雰囲気になるか。例えばですね、いろはにほへとと中心に戻しながら連綿、字を連綿で書いてますね。いろはに、いろはにと連綿で書きました。今度はですね、連綿線を短くいろはにと書いてますね。いいろはに、はい、わかりました。これ連綿線を、これ連綿線、これ、はい、ろの連綿線、このぐらい、ここのろの連綿線長くなりました。はの連綿線、これ連綿線長く、どうしてもですね、真下に書こうとすると赤い部分が長くなります。で、こうくどくなります。だから連綿線を短くすると文字っていうのは軽く右に流れるんですね。でまた戻してこういうふうに受けていく。こうなるとこう連綿線が多くなってくどく見えますので、そのためにですね、こちらに書きましたように、次の字は連綿線を短くするとどうしても文字が少しずつ右へと流れていくわけですね。ですから、こちらは良くて、これ良くない。こちらは良くて、良くない。こういうことが言えるわけですね。以上、今日はですね、日蓮面のですね、復習がてら、もう一度、連綿線を短く表現しながら、書く方法について解説をしました。以上、これで中本博秋のワンポイントレッスン終わります。なお、書道教室はですね、港区中央区の公共施設を利用して勉強しておりますので、経済的負担が少なくて、本格的な学習はできますので、ぜひ、こちらの方に電話をしてお問い合わせください。はい、書道教室で学んでみたい方は、ぜひこちらの方の携帯にお電話をしてみてください。